チャオ、あちゃんです。今日はね、10月の25日月曜日、ちょっとねお買い物に山下ろうかなと思うんでね、お昼軽く食べていきます。今日はね、人参、ベータカロテンたっぷりで、ビタミン B とかビタミン C とかがたっぷりね、人参を食べて、で、黒酢、トマト、甘酒を飲みます。で、いただきます。あ、美味しい。あのね、トマトやのにフルーツジュースみたいな甘いと黒酢の酸っぱさ、それにあの甘酢の甘さがすごい、甘酢じゃないわ、甘酒の甘さがすごい効いてんの。いただきます。あ、これ料理に使ってもいいかもわからんね。黒酢とトマトと甘酒、うまく調合してソースにしたら美味しいかもこれ、また考えよう。魚を見たい、レバグリーって魚見て、美味しいね。人参の甘いとかも好きだよな。きゅうりとかだったら最高やったけど。いろいろとね、今日だから朝からお買い物行こうか戻ってんけど、動画作ったりね、買い取ったら、昼過ぎちゃってさ、もう昼ご飯食べちゃう、どこかこっち行ってやるけおいしい。体にね、いいものを食べないと。まあ、人参も、今のこの人参は不自然っちゃ不自然やけど。どうした？今週何かかな？書いていってもいいんだけどな。書いていっても結局書いた通りは変わんねんけど。書いた方が節約になるか。買い物よね。今書くか。久々に。31が日曜日の君たち、
とね考えていかんとね、どうしたもんかいねって、そうね、バグリーンと。エバと牛亀さんと、何個でいいか。ねえ。寄ってて。で、野菜をちょっと買わなあかんな。人参、キュウリ、柿なし、このあたりを買って。連食代。あと今週まだ牛が我慢しよう。というか、その朝からバズってても下がってるしな。上がって下がってんの。まあ、よりには上がると思うけどな。これで、どう買い物、なんかわかんない、だしや。だし買うと、米油。んで、ここがとんかつしようかな。とんかつ。確認したいんやけどな、確認作る間があるかな。来週にしようか、確認はね。あれで作りたいの。魚の煮つけ。圧力鍋で何をしたの。骨まで食べられるニシンとかね、でもいかがなしね。あ、いかがを。イカにつけたい、ね、大根さんを使ってもう一本大根買ってもいいか、また考えようか。野菜はね、見た都合でその旬の安い野菜、高い野菜はね、旬の野菜じゃないから高いんやとあちゃん思うね。だからね、まあ、その旬に取れへんかったら高くなるか分からんけど、旬の野菜、今なんかやったら白菜とかがいいのかな。子供白菜食べへんからな、まあ、白菜をポタージュスープにしてもいいかも分からんね。食べるかも分からんし、鍋でしょ、鍋、どっかで。どっかで鍋でしょ。ってことは魚買って冷凍してもいいか。
まあ言った都合でそこは考えよう。はい。ということでね、なんかね、ティッシュや。忘れた。ティッシュ。ティッシュと、重曹かな。まあ、そのあたりかな。まあ、軽くちょっと見ていきましょう。はい。ということで、今日は、ね、もうちょっと紹介もいってきます。では、またね、バイバイ。今日のあちゃんのお昼ご飯、人参と黒酢トマト甘酒。よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。では、またね、バイバイ。